スタートを切りました。14頭まずまずのスタートといったところであります。先行するのは何か。13番ファインコリデールが先頭に立ちました。内から1頭9番ジャイアンツコーズウェイ、それから離されまして3番ディラン・トーマス、そしてその外にドクター・ネビアス、2番ケープ・ブランコ、ザ・フューグが、その後ろキャロル・ハウス、その外スノー・フェアリー、内を通ってスルスルとアザムールが上がっていきました。その後ろでやりましょうか。シーザースターズ、外から1頭10番エルマームル、ペンタイヤが上がってまいりました。それから14番グランデラ、しんがりからオラトリオでやります。もう一度先頭に戻りましょう。そして1番人気のファインコリデール、なかなかいい感じ。その後ろ3馬身くらいあって9番ジャイアンツコーズウェイ、ちょっと離れて3番ディラン・トーマスでやります。その外からは5番ドクター・ネビアス、7番ザ・フューグ、内を通りまして2番ケープ・ブランコ、そしてその後ろから11番ペンタイヤ、その内からはキャロル・ハウス、そして外からはアザムール、それからもう1頭12番スノー・フェアリー。鐘の音に包まれて真夜中の直線勝負が繰り広げられます。ファインコリデール先頭、3馬身リード、まだ先頭ファインコリデール、ディラン・トーマスも懸命に追う。2番手にジャイアンツコーズウェイ、先頭はファインコリデール、ペンタイヤも懸命に追う。ペンタイヤが2番手、赤い帽子シーザースターズ、先頭はファインコリデール、ファインコリデール先頭1着13番ファインコリデール、ワールドブリーダーズカップ10勝目、獲得賞金は3万5000枚突破。